はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは。アメージングメガネストライキのショーです。前回ショーヤが戻ってきたんだよね、新章で。で、博士を殴ってオリジンをね、奪っていってしまったと。で、この戦いでおそらくショーヤと戦うことになるんだろうね。まあ、悲しいけど、行きましょう。ショーヤー、追いつかれたか。くっ。お、虫防具が来た。こいつらを足止めしろ。ギギー。逃げた。あ、待て。今回はしょうがないね、普通にさ。行こう。戦いはいいや。まあ、ただしカプセルは取れますけどね。じゃあ、ユリアンに行かせるか。どうしようか。まあ、いいか。ユリアンに行かせよう。うん、余裕でしょ。で、じゃあ、カブと、いやー、どうしようかな。こいつらで行かせるか。カブトはちょっと、先だぞ。大変なことになったね。まあ、戻ってきてくれるといいんだけどね。さて、今回は、まあ、珍しく、まともに戦闘しないでストーリーをね、優先させていきたいと思います。こいつら倒しても経験値とか大して手に入らないんで、そういうわけで普通にね、ストーリー、まあ、戦闘しないで、まあ、進めていきたいと思います。じゃあベースやらないようにこうしておこう。まあ、カードは使わないでしょう。おい、強い強い。いいね。はい、強い強い。これは射撃使うのかな？を使ってきたか。あー、ダメージはあるな。はい。まあ、皮弱いからすぐ倒せるわ。やっぱあれかな、やっぱ蝶々だけだとなんか心細いな。てか意外とね、ダメージ食らったりするから、普通にあれだ。どうしようかな。飛行に強い、やっぱ蜂にしよう。太郎、これ使って援護。うん、やっぱ、順番逆にしよう。まずこいつらを倒そう。で、トンボ？トンボが、鬼蜘蛛の糸、あれ使って引き寄せよう。でもカプセル取るってなったらそんなに急がなくてもいいかもな。
いやいや、ここら辺に、こうして、ここら辺にして、OK。まあ、避けましょう。うん、不安だなぁ。順調だけど不安だ。ああ、それでも割と当てられたな。残るは、割といたね。割といたね。じゃあ、そいつらをすべて出そうか。じゃあ、こうしようかな。アリたちを倒せ。このカードは利欲か。あれ入れてなかった。あーやべえ、忘れてた。しまった。まあ、一回やられることはまずないと思うしな。テトラを置いて壁にして、こっちもちょっとやばいな。体力がまずい。回復カードないし、てかこれだからな。まあ一旦こうしよう。ほう、そっち狙うか。へー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 、受けろ。食らっちゃった。さて、なんとしても近づきたいけど、射程範囲入っちゃうんだよな。待って、テントはトリプルキャノンか。
不安だ。まあとりあえず トンボの援護に行こう。じゃあどんどんね、雑魚を一掃していこう。オッケー。じゃあバッタで、あ、80、こいつは射撃が強いんだよな。でこいつのね、いいとこはもう一回移動ができてしまう。さあ一発で倒せるといいか。 OK、 カプセル、カプセルやっぱこれだけだよね。じゃあいや、あのテントとか、ああでも一回移動、こいつの移動入ってあんまない。123、まあでも怖いからやろう。これ使おう。そら、オッケー、いいね。よし。まあ、一旦これで終了。まずったな。まあ防御、あれ、お、意外と射程範囲にならなかったのか。お、届くな。じゃあ倒しちゃうか。この蝶々も、まあ意味ないからやめとくか。いけ、カプセル。うわー、絶対使わねえ、ストローイープ。これさ、蝶々専用の武器のやつじゃん。多分使わないわ。射撃のカード持ってないから普通にやるしかないな。まあいっか。
こうするか。移動って言ってもな。これで倒せるか。オッケー、グッジョブテント。まずいな、避けろ、ユリアン。ナイス、はい、ナイス。避けましょう。まあ、オッケーオッケーオッケー。すいませんね、途中でカメラが充電切れてしまって、まあ充電す、まあ、1、2時間くらい充電して、まあ今撮影します。まあ戦いは結局まあ大してね面白いとこもなかったんで、まあ進めてもらっています。でバトルが終わりました。では行きましょう。あいつは敵になっちまった。それだけは本当みたいだ。卑怯だね。妹を人質にしてね。あ、ここで戦いのつくか。1097。あ、これね。これ絶対使わん。絶対使わない。モンシュロ長が9枚。蝶の投げキッス。1枚車バッタの師匠、1枚、あ、このカード初めてだ。クズさんの羽、3枚、コーカサス2枚、細カマキリ1枚、フン転がし2枚、ミノムシ3枚。多分大した経験値はもらえないと思うから。お、レベルアップした15ね。まあ動画界でね、この2匹も20ぐらいには引き上げたい。テントウムシと、レベルアップ。まあいいか、使おう。26。突然の翔也の裏切り、たまたゆかくせないヤマトたちは、最後のオリジンを求め、進む。勇気のオリジン。戻ったか、翔也よ。H のオリジンはどうした。おお、よくやった翔也。さあ、それをよこすのだ。ほらよ、卑怯な奴らだな。おい、ゆうや無事なんだろうな。今のところはな。ひでえやつらだな、こいつ。このクソジジイが。早く助けたいね、二人を。ヤマト。翔也のことが気になるのわかろうが、今はオリジンを手に入れることを考えるんだ。起動がオリジン3枚が揃えてしまったら、
翔也たちは、たちどころではなくなる。わかってるよ。まあわかるよ、なんか。ここが遺跡か。最後のオリジンか。お、緑色のカブトムシだ。人の子らよ、オリジンを求めるか。私はオリジンを守る遺跡の守護神なり、ん？守護神、なり。相変わらずでかいですね。いかにも、この世にあるオリジンの一つ、勇気のオリジンかな。知っている。お前たちがこの世を乱す人間たちと戦っていることを。そしてオリジンを求め、いつかここへやってくるであろうと考えていた。いや、ただじゃもらえないだろう。やっぱりね。その勇気を見極めるってことか。我らと戦え、そして力を示せ。待てヤマト。なればこそよ。資格なかったら？じゃあ勝たなきゃダメだね。いや、どうしよう。どうしても戦わねばならぬのか。ならぬ。お前たちの虫防具であれば、我ら守護者に課せられた役割の重みが理解できるはずだ。そう、我々はこのために生み出された虫防具などだから。絶対に行かなきゃな、ね、加藤。終わりましたね。最後のオリジンを、かけて、守護者と戦うと。今回は、これで終わりにしましょう。時間もいい感じなんでね。で、次回、守護者と戦って、最後のオリジンを手に入れる、をやっていきましょう。では、また次回のね、空中ウォーズでまたお会いしましょう。では、バイバーイ。